はい。始まりました。ツナイト5月曜日パーソナリティは、吉本沖縄ピン芸人の大家歩美がお届けします。この番組は FM 小座と吉本沖縄のコラボ番組となっておりまして、月曜日から金曜日まで吉本沖縄に所属する若手芸人が日替わりでお届けする番組となっております。そして月曜日は私ピン芸人の大あ歩美がお届けしております。早いもので、 もう7月でございます。えー、7月、あしかも、えー、7月始まって土日、土日はトナイトやってないので、あ私が初めての7月のスターターですかありがとうございますということで7月も皆さんよろしくお願いいたします。いや、あの、もう分かる人も知らない人もいると思うんですけれどもね、あの、6月の30日をもちまして、 えーお、吉本沖縄花月が閉館してしまいましてね。あの、最後、ラストライブもたくさんのお客様がお越しいただきました。えー、すごく、えー、感動的というよりも、最後までみんな笑顔で、あのー、幕を閉じる感じでしたね。皆さん本当に2年3ヶ月お世話になりました。ありがとうございました。そして沖縄花月と併設する吉本の、えー、沖縄、 おもろお,もろお化け屋敷そちらの方もね、えー 30, えー、30日をもって閉館したんですけれども私ありがたいことにね最後の最終日まで真面目として入らせていただきました本当に2年3ヶ月の間ねいろんなお客様に出会うことができましてもう振り返ると、まあ、いろいろありすぎてね、まあ辛いこともたくさんあったんですけれども思い返すと本当に楽しいことしか 覚えてなくてね、本当に自分自身も成長できましたしいろんな人たちとの出会いもたくさんありまして本当に感謝しかありません、皆さん、本当にお世話になりました、そして、ね、7月からもね、あのでも沖縄芸人、もうこれで終わりじゃないので、またみんな新たな第一歩ということで前に進んでいきたいと思いますので、ぜひ最後まで吉本沖縄、よろしくお願いいたします。 いっぱいね、ツイキャスも届いているんですけれども、この番組はメールも募集しております。メールアドレスが76、761アットマーク FM コザ .jp。761アットマーク FM コザ .jp まで、えー、メールたくさんお待ちしておりますで。ツイキャスもコメントお待ちしております。ツイキャスはですね、今私がこの喋ってる の、今、スタジオ内の様子を見ることができます。えー、皆さんのお手持ちの携帯のスマホ、また iPhone のアプリでですね、あのー、ツイキャスのアプリをインストールしていただきまして、えー、検索で FM コザと検索いたしますと、この今喋ってるこの映像を見ることができます。今これで、ね、連動して今コメントもいっぱい来てるんで紹介したいと思います。コーターですね、ありがとうございます。そして、アスカちゃん、ラストライブめっちゃ行きたかったです。 いやーねー。あ、テスト終わりましたの。終わりましたと。お疲れ様です。最後まで今日聞いてください。レオナちゃん、久しぶりですね。レオナちゃんはね、お化け屋敷にも来てたし、ラストライブにも来てましたね。ありがとうございます。いや、本当に、最後私泣くかなと思ったんで、結構私涙もろいんで、いろいろ思い出して泣くかなと思ったんですけれども、案外、最後までみんな笑顔でしたね。というのも、勝手な、 私のイメージなんですけれどもあのー、最後の日ってあの思い出のアルバムみたいな感じで <laughs> この2年3ヶ月の歴史この沖縄ヶ月の歴史みたいなの流すのかなと思ったんですよそしたら案外そういうこともなくあのネタとコーナーをずっとひたすらや,やるというね2時間だったんですけどでも時間が押しまくって7時から9時までだったのかな めちゃくちゃ押して、結局10時前ぐらいまで <laughs> かかってしまいまして。いやーでも本当にかなり盛り上がりましたね。あの、ネタもやり、やったし、それぞれコーナーも、なんかお化け屋敷のコーナーだったり、あの、お化け屋敷の七不思議っていうコーナーで、えー、今まで2年3ヶ月いろんなことがあったので、そのお化け屋敷で起こった出来事を七不思議として紹介するとか、あと沖縄ヶ月のなんか出来事だったりとかを、 なんかみんなで話すみたいなコーナーがありましてね。その時ね、あのー、ちょうど、デニスさんとピスタチオさんが、あのー、来てくれまして、なんかデニスさんに関しては最後の一週間、ずっと沖縄か月平日公演も出ていただいたんですけれども、なぜか最終日の公演、公演は最後まで入れなくて、9時ぐらいの飛行機で帰らないといけないからってって途中で帰ったんですよ。なんでスケットで、 ピスタチオさんが来てくださいまして最後まであのエンディング迎えることができたんですけれどもなんかどうせだったらなんか最後までね吉本ひどいなとだかひどいなと思いますよねだから出西さんもえなんで最後まで入れないの俺らみたいな話してましたけれどもはいいや振り返るといろんなこともありましたねあの本当にでも感謝しかなくて私は一番一番というかたもう一番 っって言ったらキリがないんですけれども、あのー、やっぱり何が思い出かというとやっぱ今までこのお化け屋敷とかでお化け屋敷とか沖縄花月とかで毎月ねあの1ヶ月出番で東京とか大阪から先輩たちが1ヶ月沖縄に来て、あのー、住み込みしながら沖縄花月やお,お化け屋敷をやるっていうのが毎月あったんですよ。それのオープンオープンメンメバーが ヶ月最初は2ヶ月は、セブンさん、お茶の水男子さん、もう2015年の3月、4月、もう立ち上げからずっと一緒にやっていただきまして、それを筆頭にね、いろいろ、いろんな先輩たち来てくれましたよ私、ちょっとメモしたんでね、ちょっと、ちょっと振り返ってみたいと思います。それに伴って、トゥナイト t e f i にもいろんな先輩たちも来てくれました、<laughs> まずセブンバイセブンさんでしょ。 お茶の水男子さんリー・ゴセイさんトッシーフルーツおじさんトッシーさん磯本五段初めての後輩ですよでインポッシブルさんオープンスペースさんボヨンボヨンさん森尾ハザードさんシマッシュレコードさん大拓さんモンブランさん森綾美織さん田畑藤本さんレンゲさん馬と魚カタツムリさんクロースバー直撃さんサンシャインさんおばたのお兄さんでイチキップリンさん春夏秋冬さんマッカチンさんジェラードンさん影山さんラフコンさん徳さん くんさんと本当にたくさんの先輩たちがね1ヶ月また2ヶ月またおかわりで、えー、1年に1回オープンさんレンゲさんうまちゃんはね2回も来てくれまして本当にいろんな思い出がありますねでその中からね、えー、時間が許す限りというか可能な時はこの「ツナイト5」月曜日私大家美ピン芸人で1人なので。 いつもね、あの、お願いして、先輩に出てもらったりとか、で、オープンスペースさんと、連携さんに関してはね、1ヶ月マンスリーとして、毎週毎週出ていただいたりとか、もう本当に思い返すとね、出会いばっかりだったんですよ。この、この小さなね、沖縄にいて、今までだったら、ありえないというか、まあ、吉本って言ってますけど、結局は沖縄にいるんで、この小さな島にいる以上は、東京とか大阪に、 行くことななななんんてなかなかないんですよやっぱり吉本沖縄って歌っててもねやっぱ沖縄での仕事の方が多くて県外に行くことなんて本当にないですから行ったら今名前挙げた先輩それ以外にも沖縄か月いっぱい出てくれましたゆりやんもそう後輩のゆりやんもそうだ,だしプラスマイナスさんもそうだしこの「ツナイトにも出ていただきましてね本当に思い返すともう感謝しきれないほどいろんな先輩たちと関わりまして。 ありがとううっていう感じだから沖縄か月があってからこういう先輩たちとの交流とか持つことができたんでねでもこれでも終わりではないんですけれどもまたあの最後6月30日の最後に発表しましたけれどもまた8月にねあの新しく沖縄か月がと吉本泊まりんにオープンしますオープンしますそれでそこでまた、えー、沖縄吉本のまた歴史が始まるんじゃないかと私は思っております。 で、今までみたいに沖縄か月のようにね、いっぱい県外からたくさん来ることとかっていうのはと、あの、なくなるとは思うんですけれども、もうそれを私たちは、あの、学んで2年3ヶ月という時間を経てね、学びましたので、沖縄芸人として8月からは、まあ仲間たちと一緒にね、新しく前に進んでいきたいと思っております。ぜひまたあの、詳細、新しくね、沖縄か月がオープンする 詳細が決まりましたら、えー、ツイッターなどで報告したいと思いますので、えー、その時はぜひ皆さん、新しい劇場にも足をお運びください。よろしくお願いしますと。ちょっとね、最初からこういうもう感謝の、今日はもうどうしてもね、だって6月30日閉まったばっかりで、しかも7月の頭で、私からのスタートだったんで、どうしてもね、この感謝を伝えたいなと思いましたので、沖縄ヶ月の話をしました。えー、今日はですね、また11時半から、またあの、いつものコーナー、 親や,やんの今何してるで今までね関わってきた沖縄か月おもろお化け屋敷で関わってきた先輩に電話したいと思いますいやそれがあったからこのコーナーができたのでね今までこのコーナーこのコーナーというかその沖縄か月お化け屋敷がなければこのコーナーもなかったですからあれがあってからこそのこのコーナーなのでねはい今日は誰に電話するんでしょうか皆さん楽しみにしててくださいということで思い出話をしたのでねちょっと一曲 ちょっとお届けしたいと思いますよ、と。やっぱね、沖縄か月といえばという曲をね、いろいろ思ったんですよ。行ったら私30日に、あのー、皆さん、みんなでね、このさよならライブ終わった後に、あの、軽く劇場で打ち上げしたんですよ。沖縄芸人、スタッフ、もうみんな、本当に劇場に関わる皆さんで打ち上げを軽くしたんですけれども、その打ち上げの、 あとはもうみんなそれぞれね、二次会行く人は行く、行くでみんなバラバラ行動してたんですけど、私は、ウリズン桜ヤースと、先駆けバーバリアンのリオと、えー、ピスタチオの小沢さんにね、連れて行ってもら、いまして、ご飯に連れて行ってもらいまして、その後、あのー、二次会でね、あのー、カラオケバーに行きまして、めっちゃドンちゃん、朝まで盛り上がってしまいましてね、 それでちょっと今喉潰れてる感じなんですけれどもでもそこでねあの小沢さんがこの曲大好きっつって以前私映画祭の時にも小沢さんと飲ませていただいた時にまた同じようにカラオケバーに行った時に私がねあのやっぱ映画祭といえばっつって狩牛58さんの、えー、終わり始まりを歌,歌ったんですよそしたら結構もう小沢さんがもうめちゃくちゃ感動してくれてもうこれいいよねこれいいよねって言ってくれてその日もあの 終わり始まり歌って結構盛り上がったんですが、ちょっとね、終わり始まりいいんですけど、ちょっとなんか、やっぱ、しんみりしちゃうというか、なんか、いい曲なんですけど、やっぱね、沖縄花月といえばの、終わり始まりは沖縄国際映画祭なんです、私の中で。沖縄国際映画祭の曲といえば、終わり始まりと、え笑顔のまんま。この2曲なんですけれども、やっぱ今日はね、もう沖縄花月閉館して感謝の気持ちをね、 込めましてやっぱ沖縄か月といえばというこの曲っていうのをちょっと流したいと思いますえでは皆さん聴いてくださいお届けする曲は「紀ヤ山商店」で「空と天ぷらと海の匂い」 はい。トゥナイト5月曜日。パーソナリティは、吉本沖縄ピン芸人の大家歩みがお届けしております。と。いやー、先ほどの、キーヤマ商店。空と海と天ぷらの匂い。やっぱあれ聞いたらね、沖縄花月思い出しますよね。いっぱいコメントもいただいてますよ。ありがとうございます。えーっとね、思い出すと。コータ、思い出す思い出すよ。これこれ。キーちゃん、花月といえばこの曲ですよね、と。 えー、みすずさん、今日来てますね、ありがとうございます。そのと天ぷらと海の匂い、聴きたかったと、ありがとうございます。そして、えー、っと、なんかね、あすかちゃんがこの曲聴くと、なんか、泣きそうになりますと、この歌を聴くと泣きそうになります。まあでもね、あの冒頭でも話しましたけれども、えー、のげ月は閉会しましたが、これはね、 あの終わりは始まりですからあの狩猟師58さんも言ってますけれども終わり始まりって言ってますけれどもね終わったんですけど、まあ、それって本当にスタートなんでぜひ皆さんまた8月新たな、ね、吉本沖縄ぜひ見に来てくださいよろしくお願いしますと「沖縄新喜劇」をまたやるんじゃないかなもうこれも決まり次第すぐ。 あのツイッターとかでね発表していきたいと思いますのでし,しばしお待ちを。はいそして私ね、ね今日ね初見さんがいましてね、ひでさん、ありがとうございます。初見ですと、ありがとうございます。嬉ししいですねねやっぱ少しずつ、ね、トナイト5もあのー リスナーさんんんがどんどん増えていきましてねいつもの,あの県外で聞,聞いてくださってるリスナーさんだったり地元のリスナーさんだったりとかで少しずつね初見さんも増えてい,いただきましてねありがたいですね、えー、そして私あのツイキャスでも先ほどもちょっといたんですけど今度のね水曜日いつも私この FM コザで。 アジクーターラジオっていう DJ モーリーさんのラジオがあるんですけれども、そのアシスタントを毎週水曜日やっておりまして、今度の水曜日がね、あさってか、あさっての水曜日が、大笑い県産品っていう番組がありまして、公開収録があるんですよ。場所が、あのー、パーカーベニューからずっと奥に入ったコリンザのアシビナ劇場か。で、えー、公開収録がありまして、そこに、 出演することになりましたので、ちょっと味くったラジオはすいません。お休みとなります。ご了承ください。よろしくお願いします。検産品そして公開収録は無料で見ることできますので、もしよかったらね、近くにいる皆さんはぜひ遊びに来てください。久々にちょっとネタもするのでね、コリンザで。ちょっと緊張しますけれども、ちょっと頑張りたいと思いますよ。ぜひ皆さん応援よろしくお願いします。はい。 いっぱいね、コメントも来てますね。あ、そうか。キングオブコントもか。そうだね。キングオブコントも5日からなのか。パタパタですね、皆さん。しかもバイアスロンが今日からなんですよ、確か。ショーレースのね。私、バイアスロン今日、初日、今日だったんですけれども。シーマンとまと一緒に <laughs>、行きました。一人で心細かったから、シーマン一緒に行こうっ、つって <laughs>。ちょうど、順番が隣同士だったんで、シーマンと一緒に、 いって、バイアスロンも、あの、エントリーしてきましたよ。よなんか賞レース続きますね。でもなんか、なんだかんだ、沖縄カ月閉館してからも、7月、私、もう7月1日から仕事がちょいちょい入っておりまして、なんだかんだ、あのー、忙しくてね、 バイトもがっつりできない感じなんですよ、実は。あの、ちょっとまだ、もうしばらく皆さんお待ちください。ちょっと今言えないんですけども、大きな仕事が決まりまして、また7月からが、その仕事が始まるんで、ちょっとまたがっつりバイトもできない感じなんですよね。またそれも追って、発表して、発表の事務所側からも OK が出たらすぐ発表したいと思いますので、皆さんお待ちくださいと。えっと。 うん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 。あすかちゃん、欲求不みつこするんですかと。<laughs> ああん。いやー、さすがに私思ったんですよ。私新しくね、欲求不みつこっていうなんか新キャラ作ったんですけれども、ちょっとお笑い県産品向きではないなっていうはん、私的には判断をしまして、あれはね、夜更かしマングローブ向きです。<laughs> 夜更かしマングローブあの、クーバヨシキさんの番組なんですけれども、 やっぱ深夜の番組にちょっと向いてんのかなよ、九婦光子は。夜更かしマングローブも,もしくは、あの、私、希望、希望で小刻みプラスにもう一回出たいんですよ。ちょっとアピールし頑張って小刻みプラスにまた出れるように頑張っていきたいと思いますよ。いいや、はーいいやーまたね、本当に7月もみんないろいろ仕事始まって。 出るんだけどこうそう7月1日ねちょう,ど,ど,う,、ねえー、ど,うど「のど自慢」っていうね「ウェルカム・ライカム・のど自慢」っていうライカムで「のど自慢」が行われたんですステージで,でそれの MC を健太君と一緒にさせてもらいまして初めてだったんですけどなんかやっぱああいうのっていいですね一般の人たちがエントリーしてなんかそれぞれの曲歌って。 はい、ありがとうございます。みたいな NHK ののど自みたいな感じで、もうさ、一人が歌ったら、みんながなんか肩揺れ,揺れたりとかさ、手叩いたりとかさ、なんかああいうのいいなと思いましたね。なんならちょっとエントリーしたいなっていうおも思ったぐらいなんですけれども。またね、しかもそののど自慢、なんか毎月やってて、今回、10月にね、なんかファイナルみたいなの、決勝戦があるみたい。それで、優勝したら、なんと商品券3万円分と、 三万円分よとライカムのステージで実際にステージできるっていう。すごくないですか誰でも参加 OK なんですよ。いや、今からでもエントリー皆さん間に合いますので、もし興味がある方は、あの、ライカムのホームページでね、ウェルカムライカムのど自慢で検索していただきますと、エントリーできるみたい。お、コータが僕ものど自慢参加したいと。 参参加加したたらいいいよよマジでででこれ誰でも本当に参加できるみたいよ私も参加したかったんだけど何せ声がしゃがれてもう今もちょっと正直直らなくてさあの6月30日の,あの小沢さんとの、ね、もう歌いすぎて戻らないんですよなんか今ちょっとハスキーいつもよりなんかハスキーみたいな声になってますけれどもこれいつもいつも踊るから大丈夫かな私今月まあまあ仕事入ってるんだけど <laughs> 大丈夫ですかねはいちょっとまた機会があれば「のど自慢」もね あの参加したいと思います。ちょっとの飲んでいいも。生放送ですけど、すいませんね。<laughs> こんな感じで、夜よくやっております。<laughs> タクシー乗ってる皆さん、すいません。あの。安全運転だけは気をつけた。あ,あとさ、もう話したいこと超いっぱいあるって、また昼顔見てきたわけ。あのー。見なければよかった。いい意味で。いい意味で。いい意味でですよ。 なんて言えばいいのかな映画でやめとけばよかった、私は。未だに引きずってます。うん、今から見る人がいるのであんまり言えないんですけど、内容とかは。とりあえず、私は、見なきゃよかった。引きずってる、今でも。夢にも出てくるし。でも、一つ言えることは、私は斎藤拓のファンです。それだけ <laughs>。 いや、まじで今まで斎藤拓さんとか全然タイプじゃないし、正直もう。どちらかというと私薄顔の人が好きなんですよ、あんな濃い顔の人より。もうあれ見たら心奪われる、本当に。私今恋してる。苦しい胸が。会えないのが。本当ね。とっても胸が苦しい。会いたい。大好き。だけど見なければよかった。複雑よね、本当に。 いやあ、あの、上書き保存したいです。いろんなの見て。もういろいろ考えさせられてね。はあ、ため息が出るわ、本当に。いや、そ、そんなこんなしてますけれどもね。えー、あともうちょいなんで、もうちょい待ってくださいよ。あの、もう間もなく、あと3分ぐらいしたらね、親やんの今何してる、あと2分かなんですけれどもね。あの、先週、誰だったか、あー 先週はお茶の水男子の椎橋ジャスタウェイさんでしたね。久々に私、あの、ジャスタんと喋って、わー、こんな感じだったって、もう一気に思い出しましたね。やっぱなんか久々に話すと、テンション上がりますよね。なんか久々にね。あ、なんか本当に思い出しか語れない一日になってしまう、この今日、今日。いや、ま、いいでしょ。 はい。今日は誰に電話するんでしょうかみんな予想してるちなみに。今、外にね、いつも観覧来てくださってるミスズさんいるんですけれども。誰でしょうちなみに。今日、予想、予想ね。今までいろんな人に電話しましたね。今まで。誰あ、面白佐藤さんっていうのは、お茶の水男子さん、お,お茶の水男子先週の椎橋ジャスタウェイさんの 相方ですね。なるほど。お茶の水男子の面白佐藤さん。なるほど。で、コータは、今、コメントいただきました。森屋よりあー、森屋よりさん、いいですね。そして、モンブランの誰か。雑だな。<laughs> モンブランさんって言えよ。<laughs> はい。では、もういよいよ30分になりますので、このコーナー行きたいと思います。 はい。今週も始まりました。親や,やんの今何してるでございます、えー。このコーナーは今まで東京や大阪から、えー、このトナイト5に出演していただきました、えー、先輩、そして後輩などを、えー、電話して、直撃電話をしまして、今何してると聞くというね、至ってシンプルなコーナーとなっております。先週はお茶の水男子の椎橋ジャスターウェイさんでした。ということで、 今日は誰に電話するんでしょうかお楽しみにでございます。では、かけまーす。取撮るかなあ、撮った撮った。撮りましたよ。撮りました、皆さん。もし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 ,もし,もしはいはい。こんばんは。こんばんは。はい、こんばんは。聞こえますか 聞こえますよ。自己紹介お願いします。はい。ええー、沖縄に一ヶ月お世話になってました。立命館マジムンの田畑藤本田畑です。お願いします。お願いします。田畑さん。田畑さん。はいはい。どうもお世話になりました。いやこちらこそ親ちゃん。いや嬉しい。あちなみにあのこのコーナーですね。 うん、あの今まであの東京とか大阪から1か月来てくださった先輩方に電話して今何してるんですかっていう至ってシンプルなコーナーなんですけど今何してるんですか、はい、今何してやん,んでる彼女みたいなことするやん <laughs> いやいやいや, <laughs> いや違う意味でやんでますけど私ちょっといやもう昼顔,や昼顔の映画見てやんでるんです私は。 すぐ影響されんもん、なおやちゃんは。もうちょっと後悔してます、見たこと、見たことない。そんな話はどうでもいいんですよ、今、何してるんですか今、何してるんですか今実はですね、それこそ、沖縄に1か月いてた、元春夏秋冬の武藤とかですね、い。他の同期の芸人たちと、 千葉のにに旅行に来てます、うん、<laughs> すごいいいっぱいなんか拍手がいっぱい聞こえましたけどそうよみんなでおやちゃんの電話を待ってたんやから今あありがとうございます全然いいよいや嬉しいあ、じゃあ今何人ぐらいいるんですかそちらは今、はい、部屋の中にはですねはい4人いましてはいそれが僕とはい えーと同期のボーイフレンドの黒沼とはい黒沼さんはいそうで2年後輩の甲斐氏というやつと甲斐氏さんあ元フランクリンさんですねあそう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 あはいそれと元春夏秋冬の無藤の4人です無藤パン無藤パンさん無藤パンさんおはいどうもこんなに早く回ってくると思わなかったですもう準レギュラーでいいね <laughs> どういうことですか、準レギュラーって。あのー、田畑さん初めてですよね、この電は。<laughs> そ,うそうです、そうです、そうです。僕はもう出たことあるんですよ。出てんのそれこそ先週ね。<laughs> 先々週、<え>先々週。先々週先々週です。<laughs> あ、そう、先週雨だって、放送なくて。うん アベでラジオの放送でなくなるのいやそんなことないですそんなことないです先週はジャスさんですジャスタウェイさんです先週はいやちゃんとジャスタウェイさんゲストいるやんそれかあの FM コーナーの放送してるところの前にガラス張りガラス張りじゃないやはいはいあるね。ガラス張りはい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 ってはい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 いはいは あ、本当に。今日来てます。手振ってます。わ、タバタさんって言ってますよ。タバタさんって言ってます。え、なんて？タバタさんって呼んでます。あ、マジで？はい。あの前もあの差し入れで、あのよくわからへん美味しいパンケーキ。よくわからんけど美味しかった。っすいや誰誰ですかそれ？誰ですか？もらって差し入れで。いついつですかそれ？え、それこそもう一年二年前のあの。 あの時ラジオ出演した時にはいなんかもらったよで、ね、おやちゃん誕生日やったっけなあれ近くではいなんかおやちゃんの誕生日プレゼントみたいな感じでなんかやってたやんかでしたっけ全然覚えてない <laughs> うわ <laughs> いや<ー>いやいやいやあったんでおやちゃん覚えんないですけど忘れたらすいませんでも私は本当にこの2年3か月 の間ですね、うん、本当にいろんな先輩方とお会いすることできまして、うんうん、もう本当に感謝しかないです <laughs> いやそう俺に伝えられてもいやでもなんかあ,のあれなんですよだから6月30日閉館したじゃないですかお化け屋敷があそっか沖縄か月とねはいそして7月初めての「トナイト5」なんですよ今日が昨日、おとといが土日なんで,すおマジでどうもありがとうございます <laughs> あ、そして今、一つね、あの報告がありましてなんですかそれこそこの間まで沖縄にいた、たもつくんが帰ってきました、部屋にたもつさんたもつさんあゆみちゃんたもつさん、彼女と別れたいや、別れてないのよえ別れて私と付き合った方がいいよって言うのやめてもあの、別れてください一刻も早くやめて、今日把握すんの一刻も早く別れてください、はい 沖縄げ月の楽屋にさはいあのお母さんに買った島らっきょのお土産あるのよえ捨てといてくれる多分もう捨てられてますよ捨てられてあるよかったじゃん腐ってると思うからさやば何やってんすか最後にやまじマジ何やってんすか最後にいやもういい加減にしてくださいよ本当にお疲れねか月。いや軽ちょっとノリが軽すぎますよちょっとこういうやつやねんたもちくんって実はしかもたもちさん 最後のマジムンだったのに、あ、そうなの田本が？そう田本さんが最後のマジムンだったのにもかかわらず、うん、15日っていう中途半端な時期に帰るっていう、<laughs> あと15日いたらよかったのにな、とんでもないですよ本当に。いたかったよ俺も。え、まだあれあんの？あのもうまあ閉館しちゃったけど、はい、あのー、お化けの楽屋のところに、はい。 あのー、いつ来ても洗ってないコップで、はい、ウォーターサーバーの水飲まなか <laughs> <laughs> 衛生状態最悪のコップで、はい、一気にインフルエンザ流行ってしまったっていううわ懐かしい,いやあれはですねあれ以来ですねお化け屋敷のスタッフのゆいちゃんがめちゃくちゃ毎日綺麗きれいに洗ってましたあ,ゆい,、うん、あゆいちゃん洗ってくれた毎、はい、毎日毎日きれいに あ、うわーよかった、いや俺、驚いてね、はい、だって一番最後夜、僕らの時は10時ぐらいか、はい、お化け屋敷でね、最後、はい、終わって、帰る時にはに、い、コップがあってね、楽屋に。で、朝一でお化け入った次の日に、はい、そこに行ったら、はい、もうコップあったっていう、やっぱ恐怖あったから、<laughs> えこれ、誰が洗ってんのって、やっぱその時にむちゃ怖なって。<laughs> そうしたら1週間後にはもう見る見るうちにインフルエンザで全員倒れていくっていう <laughs> いやあの時代が一番最悪だったかもしれないですねあ,あの時代が一番最悪だったはい多分あの時代が最悪だったと思います衛生的にもあやっぱりそうなんだってマジムンの健康状態が悪すぎてそ<う>、ね、<laughs> マジムンの方がどんどん倒れていくっていう現象だったもんねはいしかもちょうどあのー、ちょうど玉藤さんがいたのが、うん オープンして、うん、1> 1年ぐらいの時ですよねちょうどそう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 多分その時期ってもう本当にみんなちょっと慣れてきてあのた、ー、る、うん、んでる時期だと思い,思います今思えばたる <laughs> んでる時期 <laughs> はい <laughs> マジかなんか確かにでもあ,のあれやねんな真面目でこういろいろと大変やった時にこんなんじゃあかんって奮起しようと思ったらちょうど楽屋がブルーライトで気持ちが穏やかになってしまってありましたあれって田端藤本さんの時ぐらいからでしたっけそうやで で、はい、ちょっとでもコンセントに足引っかかったら真っ暗になるっていうやつブルーライト全部消えて、はい、何にも見えへんなるってすぐ <laughs> <laughs> むちゃくちゃ環境悪かったんやからやっぱあのブルーライト大事だと思いますよ本当にえなだってブルーライトはやっぱり大事ですね <laughs> 大事あのみんなマインンドコントロールされてましたよ <laughs> そうやったやろ、はい あんだけこんなことじゃあかんって言ってこうやっぱそういうハングリー精神があったけどあのブルーライトでみんな1時間も経っちゃやっぱりこういう生活できてるだけでもいいさーとか言い始めて <laughs> <laughs> いや,いやあかんでってもっとハングリー精神持たなあかんでって、はい、やっぱブルーライトでないやー懐かしいそういうのもありましたねそうよそうよその時俺らやったもん うわ、忘れてました懐かしいあもう懐かしいのなるんや懐かしいですよほんま大家ちゃんにあの俺思い出覚えてるよ何ですかはい一緒来た時に、はい、沖縄案内、大家ちゃんって基本的にこう東京から来た芸人さんをまず案内してくれるやんはい案内します案内しますそうでドライブでいろんな場所連れててくれるやんはい中島みゆき聞きましたね一緒に中島みゆきも聞いたし、はい、で中島みゆき聞いたからかな感傷的になった大家ちゃんがはい あの、北谷の観覧車乗って <laughs> みんなではいで、俺がその観覧車上から新しいでっかいホテル建っててんなヒルトンホテルですねヒルトンホテルはいでうわここにすごいヒルトンホテルでっかいの建って綺麗やなみたいなことを言ってたら <laughs> はい大家ちゃんが「はいここも本当は昔はきれいな海があったんです」とか言い始めて <laughs> <laughs> なんかえらい感傷的な空気になって。<laughs> はい でその後もこう俺らが東京にあるもんが沖縄にはテンション上がってさうわ、好きややとかはい、はい、天界一品やとか言うてたら親、はい、ちゃんがドライブしながら横で、はい、どんどん東京のものが沖縄に入ってきて <laughs> 沖縄の大事なものがなくなっていくんですとか言って <laughs> そんな感じだってさいやーありましたね。 セブンイレブンはもう来てるの沖縄には。いや、間もなく来るんですよ。あ、それ間もなく。あの時も言ってたやん。はい。セブンイレブンだけまだ来てないけど。間もなく来るんですもう間もなく来るんですう侵略されます、沖縄は。え侵略されます、内地のものに。そやろはい。で、その時、覚えてるなんで、なんでそんなわかんのって言ったら、はい。CM やり始めたんですって。覚えて大体、沖縄来るもんの早いやつは CM から、 沖縄人の心をつかみ始めるんです <laughs> <laughs> あれは見ちゃいけないんですって言ってたよ。やば懐かしいよく覚えてますね覚えてるよそら <laughs> そうなんですよむちゃくちゃ衝撃的やったんやからもうどんどん埋め立てられていくんで <laughs> 埋め立てられていくつらいですよ綺麗な海もどんどん汚くなっていって <laughs> 汚くな、いや汚くはなっていってないよ別にいや本当につらいですよ 辛い、はい、いやもうそんなことよりも本当にまたあ,あの沖縄にねうん来てほしいですよプライベートでもいいんでいや行きたい行きたいほんまに行きたいこれってちなみにですけど、うんうん、今回なんか皆ささんんででご旅行されてるんですよねそうそうみんなで旅行中なんか毎回そういうのってやってるんですか旅行行ったりとかあ,あのいつもこのねメンバーで定期的に、はい、まあ本当半年に1回とか1年に1回になっちゃうけどはい おスケジュールが合えば、いろんな場所行って、旅行は行ってる、うん。あ、沖縄来てくださいよ。ぜひ。沖縄いいな、ほんまに。あの、月曜日に合わせてきて、皆さんで出てください。ラジオ。<laughs> あ、ラジオも。出てくださいよ。いや、いや、いや、ラジオは、<laughs> ラジオは大家ちゃんが頑張ってくれよ。いや、じゃあ、あの、会いに来てください。だから、ラジオに出て、みんなと喋りたいですもん。 喋りたいいですもんいや旅行中はちょっとやっぱ沖縄の,その海とか自然に触れたいわ <laughs> いや私案内しますんでマジでああマジでまたドライブしてくれるあもちろんですもちろんです皆さんを案内しますま、はい、でも途中でその沖縄の,その昔の歴史とか来たって感傷的にならへんああ頑張ります <laughs> 頑張ってくれるが頑張りますそこは。 ここで昔暴動があったんですとか言い出して小座暴動の話もしました小座暴動あったんですって車ひっくり返って全部燃えちゃってみたいなここがあの普天間基地ですって普天間基地見てくださいそれ言わへんにやったら行くいやそれもでも良くないですかでもあまあでも確かに沖縄の歴史ですごい勉強になったしでしょ そうそうほんま、はい、沖縄の人がどういう風なう気持ちなんかってすごいためになったからいいんやけどはいちょっと大家ちゃんの強すぎんのよな圧 <laughs> がですか圧が強すぎんのよそれよく言われるんですよみんなに圧が圧がすごいってあ言われるよく言われます本当に毎回いやそうなんよだから旅行中だけどちょっとそれを抑えてほしいなっていう,う、ね、はいで<う>私アリンクリンの日賀龍太みたいにチュラウミ水族館連れて行くときヘマしないんであははは あいつマジで、はい、あと1時間ですって5時間ぐらいずっと言ってたからな。<laughs> で結局千浦海水族館閉店30分前ぐらいに釣れたんですよね。そうや、ね、で、ね。ダッシュで走ってもダッシュで行っても最後何やったっけ、はい、えっと何やったっけあの名物の千浦、えー、海のあのー、ジンベーザメですか。あジンベーザメそう。ジンベーザ,、はい、ザメだけ見てで <laughs> 出てってでそうよリュータに いや来てよかったですねって言われたんやからいやもう最悪じゃないですかそんなヘマはしないんでいやほんま最悪やで、ね、最悪ですよあんな遠いところまでどこがよかったよお前っつって <laughs> いややっぱり来てみるもんですねとか言うていやいやそんなことはしないんでねぜひあの皆さんで来てほしいですねあほんま行きたいもしほんまに行くんやったら、はい、ちゃんと案内してくださいはいあほんま、はい 黒沼さんでしたっけボーイフレンドの黒沼さんとカイさんにも一度お会いしてみたいのでぜひよろしくお伝えくださいなるほどねはい僕は沖縄行った時はぜひあっ全然あどうもはじめましてはじめましてよろしくお願いします大谷あゆみといいます,しお願いしますはいカイですカイですはいあのー、ボーイフレンド黒沼でーすよろしくお願いしますぜひ沖縄に遊びに来てくださいお願いします よかったら人望庁じゃないやあの沖縄ヶ月出させてください。沖縄ヶ月そうです八月にまたなんかオープンするみたいなので。ああまたオープンするんですか。はい八月になんかオープンするらしいので。<laughs> そうなんですね閉店閉店してもあ閉園してま閉館してますよっていう突っ込み来ると思って言っちゃいました。<laughs> いやすみませんすみません八月にできるみたいですね。すねあ,あそうなんですね。ぜひそうなんやぜひ来てくださいその時は。ぜひはいよろしくお願いします。はい田本さんそしてたもつさん。 タモツあきてたあタ今どこ行ったタモツあ,もあ,もあ隣だあ隣と思う隣もう見て聞いておや <laughs> ちゃん今ラジオでやってんのタモツも隣の部屋行ってるわや,やっぱダメっす、ね、あの人あの人ダメなの <laughs> 本当にあのちなみにですけどタモツさんお化けのマジムンランキングっていうのになんかなぜかわからないんですけどエントリーされてたんですよ <laughs> あえあの一番よ月間ランあはまはみたいなそうですそうですマジムンランキングっていうのに なぜタモチさんもなんかエントリーしてましてなんと4位でしたすごいですねえよ、4位4位 ?4 位でしたマジですごいすごいですよタモチさんえっナミちゃんより上あ全然上でしたえマジで知念たかしよりも上でしたはいナミちゃんよりも知念たかしよりもはるかに上でしたあマジではい1位は えー、カシスオレンジの中本だったと思います、うんえー。なんであいつが1位やねん。んなんかよくわかんないんですけど。え、あいつは闘牛やろ。なんですけどなんか1位になってましたよ。ヒットポイントないよあいつがマジの人気って。うん。はい。操作されてんな。ですかね。ああ。いやでも田本さんがまさか4位っていうのかちょっとびっくりしました。 あ、あいつそんなしっかりやってなかったねまだ <laughs> いやなんか4位っていうのがすごいなかなり上位なんで、うん、ああめっちゃバカにしてるやんやいやいや違いますよねで、まあそもそもエントリーしてたんだっていうのにちょっとびっくりしました確かにな15日で帰るのに <laughs> 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 ほんまやな、はい、うわすごいなちょっとそれ報告しとくわぜひ報告しといてください,いよろしくお願いします こちらこそムトパンさんもまたぜひよろしくお願いしますねラジオの方もあとあの2人でいろいろ沖縄回ったからさはいそうですよ海行きましねめちゃくちゃいいとこ教えてくれるしたらでも海岸とか行ったらガラスの瓶にめちゃくちゃ注目するからさガラスの瓶そうそうそういうそ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 うう ガラスのの瓶にめちちゃゃく探すそうういことだからちょっとそこは冷めちゃうけどよかれと思ってやってくれるんだけどガラスの瓶は落ちてるからってめっちゃ言うからそれだけちょっと俺はでもあとめっちゃ綺麗だったし今日千葉の海見た時にさ友達が小さい声で氷島のこと知ったからこれはもう海じゃないって言ってたからね。 すごい,い,いすごいっすねじゃないとは言ってなかった <laughs> ごめんおやちゃんはい。これはもう海じゃないとは言ってないってムトパンが勝手に言ったらしい持った話ですねいや違うこれ漏れって言われてるから <laughs> NHC の講師にいや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  <laughs> 10年前に言われてるから守ってるからなんですかそれマジで <laughs> 守ってるのよそれは大きく でもありがとうございいいますよ全然ろしマジで沖縄本当に来てくださいね皆さんぜひお待ちしておりますのでちょっとお金貯めて沖縄行きますほんまにはいお待ちしてます連絡もお待ちしておりますので OKOK すいません旅行中にありがとうございました頑張ってラジオ引き続きはい楽しんでください ははい、はいお疲れ様でしたのの皆さんもすいませんありがとうございますはーいありがとうございましたお疲れ様でしたは,はい失礼しますーはいはいはいすいいです、ね、はいはいちょっとあまりにも喋りなんか盛り上がりすぎてましてもういっという間にエンディングの時間になっいしまいました一旦挟みたいはいはいいはいいは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 い めっちゃ面白かった立命館マジムンだったそういえば はい。あっという間にエンディングでございます。いやー、すごかったですね。えー、今日の、えー、親の今何してるは、えー、田畑藤本の田畑さんでございました。そして今旅行中ということでね、まさにスペシャルなメンバーがね、あのー、元春夏秋冬のムト、無トパンさん、名前解明しまして、ムトパンさん。そして、えー、この前まで、先月までね、沖縄にいた、田本くんさん。 そして私お会いしたことないんですけれども、カイシさんと、ボーイフレンドの黒沼さんでしたね。いやー、豪華でございました。本当にありがとうございました。来週はね、どんな方に電話するのかまた皆さん来週もお楽しみにということでございます。あっという間にエンディングでございますけれども、えー、私、水曜日ですね、あの、アジクータラジオ、えー、アシスタントをやらせていただいているんですけれども、今度の水曜日、大笑い計算品というね、あの、公開収録が、えー、このパーカービニューのずっと奥に、 あるコ,コリンザのアシビナー劇場にて公開収録に参加しますので、ちょっとアジクタラジオお休みとなります。皆さん、あのー、ぜひね、もしお時間がある方はですね、えー、お笑い検査品の方にも足を運びください。私も久々にね、FM コザ、えー、いや、えー、と、えー、コリンザでネタしますので、ちょっと緊張しますけれども、ぜひ皆さん、えー、ネタ見に来てください。よろしくお願いします。えっ、ー、と、沖縄か月閉館しまして、一発目のトナイト5が私で本当に もう嬉しいです。ありがとうございます。ということで、また、明日からのトナイト5も芸人それぞれ出ますので、皆さん応援の方もよろしくお願いします。そして、来週のトナイト5も、また、皆さん最後まで聴いてください。たくさんのコメントもありがとうございました。ということで、本日のトナイト5以上になります。では皆さん、おやすみなさい。バイバーイ。